k 算4次列車とは、中華人民共和国の首都北京と、ロシア連邦の首都モスクワを、モンゴル国の首都ウランバートル経由で結ぶ、中国鉄路走行し北京鉄路局が運行する、優等列車である。モンゴル国内では003、004列車と称される、ロシア国内では003、004列車と称される。k 算4次列車では、 ドイツ製の中国国鉄18系客車及び中国国鉄19系客車が使用されている。その走行距離は 7819km に及び経路はほぼユーラシア大陸を横断し、豊かさ線、警報線、周二線、モンゴル中間鉄道、シベリア鉄道を通り、中国、モンゴル、ロシアの三カ国にまたがっている。そのため、計算、 4次列車は中国国鉄が運行する旅客列車の中では最長距離列車となる。北京発モスクワ行きの列車は毎週水曜日朝に北京駅を発車し、所要時間は131時間31分で翌週月曜日の昼にモスクワのヤロスラフスキー駅に到着する。列車番号は中国国内では計3次、モンゴル国内では003である。 ロシア国内では003である。モスクワ発北京行きの列車は、毎週火曜日夜に、モスクワのヤロスラフスキー駅を発車し、所要時間は129時間50分で翌週、月曜日の昼に、北京駅に到着する。列車番号は、ロシア国内では004、モンゴル国内では004である。中国国内では、K4 時である。K3。 4次列車が運行を開始した1960年から2020年までの60年間に、計3、4次列車の総走行距離は、地球1200周分に相当する5000万キロメートルに、及び、今までに輸送した旅客は100カ国、200万人を超える。そのため、計3、4次列車は中華第一車とも称されている。軽害口南駅で客車の点検をする。 中国国鉄の乗務員1958年7月28日、鉄道国際協力機構による国際連絡旅客列車時刻表会議がポーランドのワルシャワで開かれた。この会議で北京モスクワ間をモンゴル経由で結ぶ直通旅客列車を1959年夏季から毎週一往復運行することが決定された。1959年4月8日、 中毛蘇鉄道代表会議がソ連のイルクーツクで開かれ、北京ウランバートルモスクワ間の国際旅客列車の運行開始について議定書が交わされ、1959年6月1日以降に運行を開始することが決定した。1959年6月4日、北京ウランバートルモスクワ間の国際旅客列車が正式に運行を開始した。列車番号は3。 4時で終年駅で台車の交換を行った。運行開始当初、3、4時列車はソ連国鉄が運行を担当していたが、翌1960年5月24日に3、4時列車は中国国鉄の担当に変わった。そのため、5月31日に中国担当の第一列車がモスクワのヤロスラフスキー駅に到着した際には、ホームで 交通大臣をはじめとしたソ連の政府高官が列車を出迎えた。この頃の3、4次列車の主要な乗客層は出張する各国の政府関係者や代表団など閣僚クラスの高級幹部がほとんどで3、4次列車に使われる車両は車庫に入っている間も中国公安によって厳重に守られていた。そのため3、4次列車は一般庶民にとっては 謎多き列車であり、神秘的東方列車と呼ばれていた。3四次列車は、1960年代から1980年代の中祖対立の時代になっても運休することはなかった。しかし、中国駐在のソ連外交官が列車内で拘束されるなど、双方の間でたびたびトラブルが発生した。1963年9月7日、 モスクワ駅三次列車がソ連の国境駅であるナウシキ駅に到着した際、ソ連の入国審査官と税関職員は中国人の乗務員と乗客にのみ理不尽な検査を行った。これに対して中国鉄道部は3回にわたってソ連国鉄に対して抗議し事件の再発防止を強く要求した。9月16日には 国務院総理の周恩来と外交部長の陳気が北京の人民大街道で被害を受けた列車乗務員と会談し、二人はソ連側の行動について強く非難した。さらに1965年10月12日には、これまでソ連、モンゴルと同じ 1520mm 機関であった週2000の機関が 1435mm に改めきされ、 大車交換駅が中央国境駅であるエレンホト駅に変更された。また、この頃の中国では文化大革命が行われており、列車乗務員は外国人の乗客と会話を交わすことや、出国時に人民日報やその他の新聞や雑誌を携帯することは許可されていなかった。また、乗務員たちは政治的な問題を起こすことを恐れていて、 乗客に写真を撮られることを好まず、列車が駅に着いた時も乗客が不要意に写真撮影を行わないよう監視した。1991年のソビエト連邦の崩壊後、中路関係は改善し、両国間を行き来する人も増えた。この時期の主要な乗客は、ロシアで商売をしようとする。 中国人商人たちで、客車内はまるで物資を運ぶトラックのごとく、荷物で溢れ返っていた。2000年10月21日、中国国鉄は、第3次大日下げ速を行い、3、4次列車の中国国内区間での列車番号が、現行の K3、4次列車に変更された。2000年代以降、K3、 4次列車の乗客は主にモスクワから北京を目指す欧米からの旅行者で、繁忙期には切符の入手が困難となる。高級南伏車の通路計算、4次列車で現在、使われている18軽客車及び19軽客車は1995年にドイツワゴンバウ社のアーメンドルフ工場で製作された。車体の色は、従来の緑革車塗装で、空調はついていない。 そのため暖房設備は石炭ストーブで賄われているが、これはモンゴルやシベリアなどの寒冷地域を通るためで、冬季に引く、摂氏30度から引く、摂氏50度まで下がるモンゴルやシベリアでは、電気暖房であると故障する恐れがあり、石炭ストーブの方が信頼性が高いとされているためである。主に寒冷地域を通る K、K3、四次列車では、一年のうち八ヶ月は、 暖房を使用している。そのため運行中に大量の石炭を消費し、北京モスクワ間の一往復で平均5から6トンの石炭を消費している。2012年、中国鉄路走行士はシャワー室などを装備した新型車両の導入を検討し、試運転を行ったが、現在も新型車両への置き換えは行われていない。K3、4次列車の編成は、 中国国内では13両編成で、そのうち高伏せ車9両、高級南伏せ車2両、食堂車、荷物車が各1両である。そのうち高伏せ車3両と食堂車は、北京エレンホト間の中国国内区間のみの運用である。計算4次列車の食堂車は、国が変わるたびに担当が変わり、入国時に連結され、出国前に切り離される。この他に、 モンゴル、ロシア国内でもそれぞれの国内区間用の交付瀬車3両が連結される。中国国内の期間は 1435mm だが、モンゴル、ロシア国内の期間は 1520mm であるため、計3、4次列車は、北京行きモスクワ行きともに、エレンホト駅で台車の交換が行われる。そのため、エレンホト駅では2時間以上停車することになるが、 その間乗客は駅舎の待合室に移動するか、車内で待機を余儀なくされる。増結車と12号車は連結しない日もある。2019年12月30日現在。なお、ロシア領内は全てモスクワ時間で記してあり、北京時間及びモンゴル時間との時差は5時間である。1990年代初頭、経済が混乱したロシアでは、生活物資が不足したため、 これをビジネスチャンスと見た多くの中国人がロシアへ渡った。K34 次列車は当時、北京とモスクワを結ぶ最も便利、かつ荷物を大量に持ち込めるルートであり、K34 次列車がロシア国内に入ると駅に停車するたびに中国人の担ぎ屋たちが商売を始め、いつもモスクワ到着前に商品を完売するという状態であった。 そのような状態のため、当時の計算、四次列車には大量の米ドルを所持した、担ぎ屋や不法滞在者が乗車し、それが犯罪者の目を引きつけるようになった。車内の治安は悪化し、1992年から車内で窃盗事件が発生し始め、1993年には強盗事件が発生した。1993年5月26日、 モスクワ行き3時列車が中国を出国後、規定により中国の鉄道警察官が下車したが、モンゴル入国後もモンゴルの鉄道警察官が乗務しなかった。それを知った強盗グループは他の個室に押し入り、他の乗客のパスポートや金銭を奪い、被害者に対して殴るケるの暴行を加えた。犯行は10時間以上に及び、強盗グループは2600米ドル、2000人民元。 金の指輪4つを奪った。その後6日間、モスクワ到着までに4つの強盗グループが3時、列車内で強盗行為を行い、20人以上の中国人乗客が被害を受けた。被害者の多くが負傷し、うち3名の女性が強姦された。後の警察の調べによると、被害総額は7000ドルに達し、この事件は中路列車大強盗とセンセーショナルに報道された。 強盗事件発生後、中ロシア中国大使館は秘密裏に中国共産党中央委員会へ所管を送った。これを受けて、中国公安はすぐに中ロ列車強盗事件専門チームを立ち上げ、専門チームはロシアと中国で大規模な捜索活動を行い、1994年末までに犯人のうち102人を逮捕した。一部の犯人は第三国に逃れたとされるが、 中国公安は現在も捜査を続けている。最近でも2011年7月22日に主犯格の一人である創立イサムが北京首都国際空港で逮捕された。その後、香港の映画監督麦あたりすぐるが強盗事件の背景を描いた映画中国十大起案の中ロ列車大強盗を制作した。主演はドリオエラで1995年には 中国本土でも公開された。2012年1月10日には、2010年に南寧で逮捕された、昭春の裁判が、北京鉄路運輸中級法院で開始された。1984年10月29日、北京行き四次列車が、京方線土木駅付近を走行中、一台のトラクターが、無人踏切に飛び出してきた。列車はすぐに急ブレーキをかけたものの、 間に合わず、トラクターと衝突し、トラクターに乗っていた4人が死亡、列車の3両目から10両目が脱線した。この事故により、警報線は40時間8分にわたって、普通となり、その経済損失は293万件に及んだ。この事故が、国際列車で起きたことから、事態を重く見た中国政府は、鉄道部、交通部、公安部に対して、 鉄道踏切通行規定を発布し、国際列車が通過する沿線の踏切に対して安全確保に努めるよう指示した。ありがとうございます。